会社の方やお客さんにも古紙分別の周知をお願いしますね。もちろんです。でもどのようにしたらいいんでしょうか。古紙専用の分別ボックスを設置するといいですよ。こちらは色分けした分別ボックス。種類ごとに色分けすることで分別しやすくなります。多くの人が集まるような施設ではこのように透明のゴミ箱を利用するのもおすすめです。透明なので利用者にも分別方法が分かりやすく意識も高まります。ゆる分別の場合、燃えるゴミの箱とは別に古紙専用の箱を設置しましょう。分別ボックスやゴミ箱の近くに具体例を示した表を掲示するとより効果的です。これならうちの従業員も迷いませんね。分別はもちろん、古紙を出さない取り組みも合わせてお願いしますね。古紙を出さないために次のことに取り組みましょう。両面印刷や 2-in-1 印刷の活用、回覧や掲示板の活用、電子メールなどを活用しペーパーレス化を推進、コピー用紙の裏紙を利用するなどです。黒柳さん、このマークを知っていますか？もちろんです。 SDGs を表すマークですよね。そうです。 SDGs は国連サミットで採択された持続可能な開発目標のこと。古紙を回収し資源としてリサイクルすることはこの SDGs の達成にもつながります。古紙は大切な資源。限りある資源を有効利用して循環型社会を構築していきましょう。未来のために一人一人が責任ある行動を取ることが必要ですね。その通りですね。皆さん、よろしくお願いします。